京都3になりますスタジオレンスの1周年の、記念パーティーを開かせてもらってますが、はい、この時間は、うちのスタジオで今本当にお世話になっております森谷ドラムスクール代表の森谷亮太先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。こうやって喋るのなんか初めてですよね。初めてですよ。だってそのまともにそんなねこう全然マイク使わへんよ。持っていいですか？あ、持ちましょう。あ、僕持ちますわ。そうしようそうしようそうしよう。はい、そうしましょうそうしましょう。まあ改めてね、はいちょっとね今日僕はインタビュアー的な感じで話させてもらえたらなと思ってるんですけど、まあそうなんですけど、なんか僕の話よりケイジさんがこうどうやってこうスタジオレンスをやっていったのかっていう方が多分ケイジさんのフォロワー的には気になることなんじゃないかなと思ってるんですけど。言ってましたね。普段の立ち位置の感じに持っていこうとしてますね。さては聞く側が多いから。ね、そう多分で僕もね聞かれる方が好きなんでね答えちゃうんですよ。危ない危ない。バランス取っていきましょう。そこはねバランス取っていきましょうか。はい、ぜひ。いやでもまあ本当に去年の本当に7月の2日なので今日が4月3日で綺麗に1年前にこのスタジオをオープンしまして、そうですね、はい、でその時にそうですね森谷先生と初めて会ったのがその本当にスタジオレンスをスタートするっていう数ヶ月前ぐらいですよね。阪急電車僕も当時は大阪に住んでて、阪急電車で当時は西京極のスタジオ IG というところに僕はよくレッスンしに行ってたので、それの帰りに、西京極駅をこう歩いてたら、あ、なんか YouTube で見たことある人いると思ってがめっちゃこう iPad でなんか譜面かなんか書いてあったんですよ。相変わらずなんか噂通り仕事してはるなと思って声かけていいもんかなって思って、まあでも「森谷さんですよね」って声かけてほんまにそんなテンションで声かけてきてくれましたよね。本当に夜の10時ぐらい。しかもそれまでだから本当に会ったこともなかったし、そうですね、お互いには知ってたんですけど面識もなかった。知ってくれてたんですか？もちろんもちろん。そのね片山ブレイカーズのドラマっていうのも知ってるし、僕すごい調べるのでドラム教室やってはる人いるっていうのでっていう人から急に声かけられたんで、あ、よく顔見て分かりましたね。だからものすごいびっくりしましたよ。だから僕はその時はでね、本当にもうずーっと電車の時間1時間ちょいぐらいずーっとお話しさせてもらってね、まさか帰る方向が一緒やとはその時2人とも思わへんから乗り換えまで一緒だったよ全く一緒で、でそれがね本当にスタジオレースを始める数ヶ月前で、その1回ねお話ししたぐらいで会う機会はなかなかなかったんですけど、森谷先生はその当時からここがその前のスタジオ C3 っていうスタジオで、その前ビートフリーっていうスタジオの時からずっと森谷ドラムスクールをね、うん、ここでやられてて、はい、で、まあ、去年コロナでねいろいろ大変になった時にスタジオ C3 の、うん、まあ前オーナーから、うん、スタジオ誰かやってくれる人いないかというね話をもらって、でそれがまあスタジオ IG のムッティ経由で僕のところに来まして、でちょうど僕がスタジオやりたいというタイミングと合致してたんで、はい、もう本当に。話をもらった2日後にやりますっていう感じの本当にその森谷ドラムスクールっていう、まあ、僕ドラム教室やってるんですけど、はい、まあ、僕ここで12年やってるんですよ。長いですね。ビートフリー時代から12年やってて、うん、うん、でそれこそ去年コロナで、はい、もう5月の30日にそのここのスタジオもう閉めないといけないっていう窮地に立ったんですよね。はい、そうですね。そうでそれでもうその先僕はもう場所がなくなるんで、もう仕事がなくなるんで、だから奥さんにも伝えてスタジオなくなることになった、これからどうすんのみたいな、いやでももう分からへんみたいな感じで、生徒さんにも伝えて、その来月のレッスンからもうレッスンができへんから、だから6月以降のレッスンは一旦そのキャンセルさせてくださいと。めっちゃ深刻やん。そうでこれからのことは今後連絡させていただきますって言ってからどうしようみたいな感じの状況やって、だって相当な数の生徒さんがここ来られてたでしょ当時から。だから京都では60人いたんで、60人の生徒さんが一気にスパッとこう切れちゃうので、僕らしてはもうプータローなわけなんですよね。だから家族もいるし、そうでも本当に来月からどうしようみたいな、でもどうすることもできへんし、去年のだからそれが4月5月4月5月5月ですよね。ほんで閉まるって決まって、ほんで前のそのオーナーがそのまあ、ツッチーっていうそのベーシストの方にスタッフが入ってもらってたんですけど、そのツッチーとなんかもし万が一このスタジオを継いでくれる人がいたとしたら、なんか声かけてくれへんみたいな、分かりましたみたいな感じで声かけたのが多分ケイジさんだね。そうだからそれで本当にそのケイジさんが継いでくれなかったら僕今プー太郎ですからね。いやいやいや、だから本当にだからケイジさんのおかげで僕この1年本当にそのさらに飛躍できたし、だからすごいこうドラムスクールも生き残ったんで、本当に感謝しかない。いやありがとうございます。これはでも本当に去年の7月かだから、7月8月は、なんか森谷ドラムスクールの生徒さんに会うたびに僕がなんかありがとうございますって言われる時間、僕としては別になんていうのかな、まあ普通にやりたくてやらせてもらってるものなんだけど、生徒さんからもすごい感謝していただいて。だってその生徒さんが今度その言ったら家賃払われへんから終わるっていう感じだったんですけど、その前の時とかはね、まあまあまあそうだけど、そのいくら払ったらここを続けられますかっていう話を生徒さんからもらってたぐらいだ。すごいね。そうそうそう。いやでもだからそれがそういうね、ありがとうございますとかって言っていただくっていう環境を見てて、いや森谷先生は愛されてるなと思いましただってわざわざ僕にまで「ありがとうございます」って言ってこないですよ普通は。それだけだから森谷先生のこの場所で森谷先生のレッスン受けたいっていう生徒さんがいらっしゃるということなんで、ありがたいですよね。でも本当に去年はずっとその救世主とか神様とか言われまくってたんでもういいです。っていうか大丈夫です。ちょっと一回でも聞きたかったんですけど、去年ってもうコロナ禍えげつなかったじゃないですか。えげつなかったですね。コロナ禍で、もう今まあコロナ禍ですけど、今よりもだって状況ってやばいじゃないですか。やばかったですね。店も休まなあかんし、もう全部イベントしたら非国民みたいな感じやったじゃないですか当時は。ほんまそうですね。だからその中でよく俺店やるみたいなってよく思いましたよね。でもそういう時ってどういう心境やったんですか。その話します？いやーでもまあなんでしょうね、それ結構ガチでお金の話になっちゃうかもしれないですねその辺はオブラートに包みながら言っていただけたらダンスミュージックスクールっていうのがもともとその個人でやってはるスタジオさん、まあ個人には限らないっちゃ限らないんですけど、まあ知り合いの僕の知り合いの方がやってるスタジオさんを、まあ京都2カ所と大阪3カ所で提携させてもらって、場所を借りてレッスンを提供するっていう形で、まあ当時で3年ぐらいやらせてもらってて、でやっぱりコロナの時に全部止まったんですよ。去年のスタジオも止まったし、うちもあの状況でレッスンできるような環境じゃなかったので、4月5月は本当に全部ストップしたので、本当に持続化給付金とかああいうのの申請とかのやつで、前年度比マイナス 50% やったらなんか100万もらえるみたいなのあったじゃないですかありましたね、あれね、僕ね前年度比マイナス 98% みたいな感じだったんですよ。生活できないレベルやったんですけど、そうそうそうでってなった時に、自分の場所を持ってないとできないことがいっぱいあるなって気づいたんです。例えばじゃあ新しくオンラインレッスンをスタートしたいと、でも分からないことめっちゃ多くて、当時は Zoom も周知し始めたところで使い方もよく分かんなかったり、ドラムレッスンをオンラインでやろうと思うと音環境が、生徒さん側のじゃあ通信環境がどうとかいろんな問題があって、それをじゃあテストしなきゃいけないんですよね、サービスとしてやろうと思うと。そのテストをするのにも全部場所代払って借りてでやって人も集めてとかって、もうやらなきゃいけないのとかがすごい大変で、正直で自分の場所があったらそういうのもどんどん自分のやりたいように進められていけるんじゃないかなっていうのをすごく切に感じてたっていうのが大きくて、でその前からやっぱ自分のスタジオってやっぱちょっと憧れがあったので、ドラマーって自宅スタジオを持つのって一生の夢だったりしません？そうですね。まあね、自宅に叩ける、自宅に防音室があってみたいな、でやっぱそれ僕もずっとドラマーなんであったんですけど、スタジオ持っちゃえば自宅みたいなもんだなと思ってで、そうそうスタジオもでそれが欲しいなっていうのが、まあコロナ去年のもっとだから2年前とかぐらいから、あコロナ前から思ってたんで、まあ京都のスタジオがどこどこが開くとかってなった時に情報結構回してもらってたんですよ。どこどこのスタジオは家賃がなんぼで機材がなんぼでいくらやったら買い取れるみたいな話が起きて、ああこの価格きついなとか、なんかいろいろ検討しててっていうところに、このスタジオレース、もともとそのビートフリー C3 の話が来て、額面聞いて即決って感じでしたね。ああなるほど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 。だからうまいことほんまにタイミングが良かったんですよね。そうですね。だからその時に久しぶりにあれだよね、その時に森谷ドラムスクールがここでやり続けるっていうふうに言ってはったので、ぜひじゃあ森谷君ともお話ししたいですねって言ってあったのが2回目とかだよね。そう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 、ほんまにそうなんですね。スタジオ IG でスタジオやりだすってなってからが会うの2回目ですね。そうですね。僕としてここをやる魅力の一つだったんですよ。そのここをやったら森谷言い方あれですけど、森谷ドラムスクールがついてくるみたいな。でもね、逆に言うとその音楽教室をやってあるじゃないですか。ドラム科もあるでしょ。もちろんもちろん。普通にドラム科もある中で別のドラム教室が1個の建物なんで存在してるってそうないですよ。ややこしいよね。そうそう。でもなんかすごく面白い。だから僕は実際そういう現象が今起きてて、森谷ドラムスクールの生徒さんがうちのボーカル科に通ってくれてたり、ドラムやりたいって言って森谷ドラムスクールに来た生徒さんがギターもやりたいんですって言って紹介してくれたりみたいな、なんか僕が望んでた形なんですよ。めっちゃそれってすごいきれい事言っちゃうけど、僕音楽教室ってねやっぱ一応経営してるので、他の音楽教室って言ったら競合になるじゃないですか。そうですね。だって普通僕もだってフライヤーを他の楽器屋さんとかに持って行ったら断られましたもんね。だからうちもやってるんで。そうなんですよね。だからそう僕もフライヤー配るときはそういうとこやっぱもちろん他の業者さんには気は使うんですけど、僕の考えとしては森谷ドラムスクールはもちろんのこと、他のいろんな京都に限らずいろんな音楽教室さんは僕あんま競合って思いたくなくて、その音楽が好きななんていうの、音楽を広めていく仲間だと思ってるんですよ。おお、素晴らしすぎる。これ配信だから言ってるみたいですね。なんかね。で本当にでも思ってて、だからうちのスクールの雰囲気とか先生とか会う方はもちろん自信持ってやってるので来ていただきたいんですけど、もしも会わないっていう方がいたら全然他のスクールでそのうち入んないなら音楽やめろっていう方がおかしいと思うんですよ。まあ確かにそうですね。だから他のスクールで会う先生見つけて音楽やってもらう方がトータルで見たら音楽業界が面白くなっていくと思うので、だから森谷ドラムスクールでしかもね、森谷亮太ってこういう魅力的な人がやってるスクールと一緒にやれるんであればぜひやりたいと思って。ありがたいですねっていう感じです。でケイさんが出ていけって言われたら僕もう出ていかんの知らないですからね。いや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 、おかげさまです。いやありがとうございます。いやでだからめっちゃ俺喋ってるやんやっぱり。だから森谷君もね掘り下げたいんですよ。僕のことはどうでもいいんじゃないですか。いやいや僕でも喋っていい？あ喋ってください。ごめんね。聞きたかったのがドラム講師は今で何年ですか？今で12年目ですね。あだからもう一番最初から森谷ドラムスクールでスタートしたのが最初ってこと？あそうですそうです。だから何の経験もなしに始めたっていう。それまでは一般的なね、例えばうちの講師の先生もそうなんですけど。どこかの教室に、まあそれが例えばうちの場合レースミュージックスクールの先生もいるし、まあそうじゃない方もいるんですけど、なんかそれこそヤマハさんとか、まあいろんなね教室で始めて、で個人で看板出してやっていくっていうのが一般的だと思うんですよ。けど一番最初からもう森谷ドラムスクールって始めたんですか？そうです。僕ただのバンドマンで。講師資格試験に落ちた人です。えマジで？え落ちたんですか？当時ですよ。当時もうだから12年前。今落ちたらその資格のあれがおかしい基準が。だからこれは多分雇われるのは無理やと思って、だから自分でやろうっていうのが最初ですね。それはガチで知らなかった。あそうですそうですそうです。でも当時僕本当に楽譜も全然読み書きできなかったんで。なるほどなるほど。だから全然もう相手にならなかったっていう感じなんですけど。へえ。でもそれででも前共通の知り合いのドラマで小牧っていうドラマがね森谷先生の主催でドラムセミナーやった時に打ち上げを配信するみたいな話があって、そうですね、その話の中でちょっとありましたけど、なんかそのドラム講師をやるっていう風になったきっかけみたいなの前って一応そのやっぱりプレイヤーとしてやっていきたいっていう気持ちもあったんですか？もちろんあって、そのもちろんずっとバンドをやってたんで、まあ、バンドで売れていくのがもともとの夢やったんですけど、まあ、その先生をやりだしてからなんかすごいこう先生がこう楽しくなってきて、でそのどんどんその収益も、まあ、収入もこう上がってきて、でその、まあ、ずっとこう続けていく中で、そのバンドでライブをやるのとそのドラムのレッスンをするので天秤にかかる時ってこう、なるほどなるほど、だからそのライブをするのにレッスンを休まないといけない時が来たりとかするんです。それがすごい嫌に感じてしまったんですよ。なるほど。そう、ライブするのにレッスンを休んで、で生徒さんに「すいません」って言って、うん、生徒さんの信用をなくすのがすごく辛くなって、なるほど、これは多分僕はこうバンドマン向きじゃないなっていうのはその時に思って、バンドやっててそれをこうやめたきっかけに、うん、まあもうこれからはまあバンド活動よりもドラムの先生一本で頑張っていこうって思って。やりだしたのが、まあ、それこそほんまに45年前ぐらいなんで、まあ、割と最近なんです。結構最近ですね。そうそうそう、割と最近ですね。それまでは結構、まあ、ちょっとどうしようかなみたいなのがあったんです。そうです。だからあわよくばそのバンドで売れてっていうのはずっと思ってて、そうそうなんですけど、ライブの時になんかやっぱメンバーにも申し訳ないなと思ったんで、うん、まあその時にもう脱退して、なるほどなるほど、でドラム講師でやっていくっていうことを決めたっていう感じなんですけど、でも結構珍しいタイプですよね。やと思いますね。なんか僕はね、それこそそのさっき冒頭に出た阪急電車で急に声かけた時に YouTube で見てたのもあるんですけど、そのさっきちらっと出た小牧っていうドラマから、小牧はもうほんまに10代の頃からの知り合いなので。ケンジさん、森谷君って知り合いじゃないんすかみたいな話はもともとされてたんです。なるほどなるほど。でいつか紹介しますねみたいな感じで言われてて、で小牧の方から事前情報で、めっちゃ変な人でドラム講師として、なんかドラムなんていうの、プレイヤーとしてよりも講師としての方がやりたいっていう気持ちがめっちゃ強い人なんですよって珍しくないですかって言ってあ、それは珍しいねっていう話をしてたんですよ。でその時はじゃあもう多分小牧がそれ言ってた時はもうそのシフトしてた時なんですかね。やと思います。多分僕小牧君だってめちゃめちゃジェラシーを焼いてたんで、昔は。そうよね。そうです。でプレイヤー諦めるきっかけになったらちょっと小牧のあれもあるっていうね、きっかけなんで言ってましたね。そうですそうです。僕はね、僕それこそなんか最近ドラムより事業者みたいにちょっとなっちゃってて嫌なんですけど、やっぱりプレイヤー、障害プレイヤーであり続けたいっていうのがあって、それはなんていうのかな、ライブをしてればいいっていう話じゃなくて、やっぱりより面白い現場っていうところを目指してっていうのはやっぱずっとあるんですよ。で僕もそのレッスンの方に結構やっぱ作りやってるぐらいなんでシフトしてはいるんですけど、なんていうかな、そこまで思い切れてないというか、僕の場合でもあるのはあるんですよ。言うたらプレイヤーとしてまあ、全然結果残してないんで、だからそれをもうちょっとやっていきたいなっていう気持ちはもちろんあるんですけど、その優先順位がだいぶ下っていう感じですね。だからその話をね、今日めっちゃ聞きたかったんですけど、最近でもこの間もあれ多分ツイッター書いてたからもう言っていいのかなと思うんですけど、ここでレコーディングしてたじゃないですか。ああそうですね。で結構まあすぐね、アーティストのバックの仕事をやってたじゃないですか。で結構そういうレコーディングの仕事だったりとか、ライブも結構夜音でやったり、そうですね、なんかちょこちょこやってはるじゃない、ちょこちょこって言い方あれややってはるじゃないですか。だからそういうのをなんか最近すごく増えてるなっていう印象で見てて、僕はああでもなんでしょう、声かけられるようになりました。でもそれこそ教則本出したりとか、ドラム講師として結果を出せるようになってからの方がプレイヤーとしての声がかかるようになりました。そうだからその順番も珍しいですね。ドラム講師やる人ってやっぱり、で僕の場合ね、ドラム講師をやらないかっていうふうに誘う場合もあるんですよ。うちのスクールの講師として多分適性があるから講師やらないかっていうふうに言うこともあるんですけど、大体やっぱりみんないやまだ僕教えるの早いですとか、いや早い遅いじゃないんだよなって僕は思うんだけど、でもやっぱりプレイヤーとして名前をこう馳せてとか、売れてとかっていう風になって、で教えるっていう立場になっていくっていう順番で考える人が多いと思うんですけど、逆にその教える方でまあ有名になってというかなってからプレイヤーの方の仕事が増えてるっていうパターンですよね。それは珍しいなと思って。でもなんか基本的にそのプレイヤーの時のそのお客さんとそのレッスンの時のお客さんって多分ちょっと違うじゃないですか、その与える方っていうのは。そうですね。なのでなんかうまいことそのレッスンの方のお客さんに喜んでもらえたのをなんかそのプレイヤーとしての僕を必要としてくれる人が見てくれて、多分あこいつちょっと使えそうやなっていうので声かけてもらったっていう感じやったんですけど。ああなるほどなるほど。だから何にせよそのなんやろ、まあプレイヤーとしてか講師としてか、まあどっちかとしてもまあちょっと多分目立ったっていうのが結果的に良かったのかなとは。あった森谷聞いたことあるみたいな。あそうそうですねっていう。ああ新しいな。そうで僕一応メモってきたんですけど全然喋って。俺聞いたことないなと思って、はい、憧れのドラマーとかそういう好きな存在、ドラマーだけじゃなくてもいいんですけど、そういうのっています？割とでもその今の自分として一番目指してるところは菅沼孝三さんかもしれないです。そうなんですか。はい、菅沼孝三さんってプレイヤーとしても活躍されてるし、セッションドラマーとしても活躍されてるし、うん、ドラム講師としてもやってはるし、教室ボンとしてやってはるし、だから僕がこの憧れてるとこ全部あの人ってやってはるんですよ。なるほど。そうだから確かに言われてみたら菅沼孝三さんみたいになりたいなっていうのは結構昔から思ってますね。それはプレイスタイル、そのドラマーとしてのプレイスタイルというよりかはどっちかというと生き様っていうことですか。あの人はしかもその実際にお会いしたことありますか、菅沼孝三さんと。まああるんですけど、ちゃんとお話はさせてもらってないですね。あの人なんかねめっちゃくちゃ気さくでなんか全然偉そうにしない人なんですよ。だからあっこまで成功してる人やのにだからすごい下ネタ言ったりとかしはる。そうですね。大丈夫です。なんかお茶目な人ですよね。すごいお茶目な人で、なんかその僕とかでもすごいそのフラットに喋ってくれたりとかするので、なんかこういう人になりたいなっていうのはすごく思ってますね。人間性とかそのまあそういうトータルのところですね。目指すべきところは菅沼孝三さんかもしれないですね。ああでもやっぱりそのこの質問した時にプレーの方じゃなくてそっちが出てくるっていうのが森谷君っぽいよね。ああそうですかね。プレーはなんかコロコロ変わってますね。なんかやっぱまあ変わりますよね。なんか好きな人はその都度変わってますね。菅沼さんね、それちょっと聞きたかったんですよ。教則本もやっぱり超売れてるじゃないですか。超売れてますね。で、これ自分で言っちゃうぐらい超売れてますよね。聞くぐらい売れてますね。で、しかも、今、一応、その自分の完全、そのソロというか、の名義では3冊。今3冊で、4作目が、今、死んでるかな、執筆中って感じですよね。そうですね。で、この3冊が、本当に Amazon ドラム関連本ランキング 1、2、3 みたいな感じじゃないですか。もう、はい。なんかめっちゃ売れてますね。あれやっぱり変わります、はい、その教則本出す前と、はい、こんだけ売れてやっぱ出してからだと、そのいろんな YouTube とかもされてるけど、はい、いろんなその例えば、クルセイトさんの漢字とか。あ、クルセイトさんの漢字はでもちょっと変わったかもしれないですね。まあその教則本買ってくれた人とか。でもその僕の教則本広まったのってそれこそ引きこもりチャレンジって言って僕の教則本を使って1年間毎日練習し続けるっていうチャレンジをされてる方のおかげなんで、あれがでかいんですか。あれがかなりもうあれのおかげで引くぐらい売れてるんですよ。あ、その人のおかげで。あの動画も面白いもんね。あれもだから20万回再生ぐらいされてるんでめちゃめちゃ再生されてるんですよ。ご本人と対決するやつで。そうそうそうです。ドラム教則本使って1年間やった人と書いた人がドラム対決するっていう動画があるんですけど、判定する。そう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 なんですけど、そのおかげで売れてるんで、だからその動画見ましたとか、その教則本買いましたって言ってきてくれてる人は多いんですけど、でもなんかそのこんなこと言っていいかどうかわからないですけど、ちょっと関係者からの目が変わりました。でもちょっと。関係者というと関係者というか何でしょう、今までってやっぱ YouTube で再生回数があってドラム講師やってますっていう感じなんで、ちょっとなめられるんですよやっぱり。あ、なるほどね。なるほどなるほど。だからその普通に活動しててもちょっとその YouTube でちょっと人気なやつやろみたいなっていうのはあるんですよ、どこかね。でもやっぱその業績もね、ちゃんと結果出してからはその目は変わりました。でもそれはあからさまに変わりました。教則本棚もでかいんかね。でかいですね。でも僕は昔はそんなに知らないんであれなんですけど、実際叩いてるドラムの音のあれもあるんじゃない？ああ、なんすかね。なんかその今日めっちゃ小牧の名前俺出すけど、むっちゃ覚えてるんですよ。その3人だけじゃないけど飲んだ時に小牧がその森谷君のことまあ小牧と同じ年じゃないですか。どう思ってたかっていう話が俺はすごい面白かったんだけど、小牧はずっと森谷君のことを舐めてたっていうことで、やっぱりなんかそのそういうことやと思うんですよね。その YouTube とかでちょっと人気あるやつやろ大したことないけどみたいなふうに思われてたっていうのが、でも彼は今うわちょっと油断できねえこいつって今なってますって言ってたじゃないですか。でもあれは教則本が売れただけじゃなくて、実際こうそのセミナーとかで叩いたりとかねしてるのとかを見てて、あれドラムかっこいいなってなったっていうのをあいつの場合はね言ってたんで、そういうのもあるんじゃないですかね。実際ドラムの音が変わってきてるというか。はいはいはい、そうですね。なんかでもずっとその悔しさはあったので、そのなめられてるのに対して、そうなのでまあその部分ではちょっと頑張りたいなとは思ってたので、でも小牧君に褒めてくれたのはめっちゃ嬉しかったですね。でもその時はやっぱり僕がずっとそのジェラシーを感じてたドラマーなんで、小牧君にそう言ってもらえたのはめっちゃ嬉しかったです。いやでも心広いね。俺だったらなんか舐めてたっていうところではなってなってる気がする。いやいや、でもそれを小牧君も言うのもすごいし、そこでそうそうそう、でもそれなんか言ってくれてたのはめっちゃ嬉しいですね。いやでもあれですよ、本当にここのねうちの4階でドラムレッスンされてるけれども、ちょこちょこ今生徒さんいないなとか、今多分執筆中やなとか、僕隣が事務所なんでなんとなくわかるんですけど、あ今練習してるなっていう時あるんですけど、めちゃめちゃ練習してるよね。空いてる時は。いやなんか僕とかどうしてもそうなんだけど、ちょっとレッスンの合間だったり仕事の合間とかってちょっとやっぱこう休憩しちゃうんですよね。で休憩するとまあスタッフと喋ったりとかしてると話盛り上がっちゃって、まあ1時間2時間ボンボンボン過ぎたりするんだけど、そういうの本当にないよね。ああまあ一瞬ちょっと降りてきてもすぐ戻ってこもる。ああそうですね。レッスンが入ってなくても。そうですね。ずっと仕事してる。スイッチがでも僕なんでここにいる時はこうスイッチがそのオンになってるんですけど、家にいる時は本当に何もしてないです。もうスティックすらも家にないので。そうかそうかそうか。じゃあここに来てるっていう時点でもう仕事モードになってると。そうですね。もう西京区の駅降りた時点で。あそう。っていう感じですね、多分ね。じゃあ改めてそのね教則本がねもともとその夢だって言ってたじゃないですか。そうですね。教則本を出すことがドラム講師としての自分の一つの夢だと。それがもうポンポンポンってかなって、しかもバーンって売れてる状態じゃないですか。じゃあこれから先の夢というか目標というか。そうですね。まあなんかさっきの話に戻るかもしれないですけど、まあ改めてちょっと自分がそのドラムのプレイヤーとしてもうちょっと結果出していきたいなっていうのもあるんですよ。そう今はじゃあそのプレイヤーの方にもう一回戻ってきてるっていうこと。ちょっと戻っていってる感じです。でもその活動の方向はでもがっつりそのバンド活動してライブしてっていう方向ではでもいけないんで、なのでまあ知り合いにまあ曲をなんか作ってもらってて、でその自分名義としてなんかアルバムを出していこうっていうふうに森谷ドラムスクールの発表会で白出ししてたっていうのを SNS で見ました。あそうですっていうことをまあこれからやっていってちゃんとそのドラマーとして僕はこんなドラム叩くよっていうのを見せに行くことに使用したいなっていうのは思ってます。個人の名義でドラマーとしての名義で作品を作るんですか？あそうですそうです。へえ、バンドとかじゃなくて。そうですね。はい。なんか今まではその森谷亮太って言われたらドラムの先生の人っていうイメージなんですけど、さあそのドラムの先生はどんなドラムを叩くのってなった時にこんなドラム叩きますよっていうのを残しておきたいなと思って。ああなるほどなるほど。はい。っていうのを今作ってるっていうところです。広がっていきますね。なるほどなるほど。最後ちょっと聞いていいですか？だから今まあケイさんドラマーとしても活躍されてるし、まあこうスタジオもやってあるじゃないですか。で音楽教室もやってはって、いろんな活動されてるんですけど。ケイさん自身は今後どういう風になっていくんですか？なっていくんですかはなるようにしかならないかなと思うんですけど、なるほど。僕はねなんかね流動的なんですよ、考え方が結構で、明確にこれをしようって思ってやってることって実はあんまりなくて、唯一あるとすれば音楽はむっちゃ好きっていうのだけはずーっと変わんないんですよね。もう初めて15歳ぐらいの時からずーっと変わんないんで、でその中で何ができるかで、やっぱりさっきも言ったようにプレイヤーとしてやっていきたいって気持ちもあるし、やっぱり教室やっててすごい面白いんですよ。いろんな面でいろんな生徒さんがいるっていうのもそうだし、うち結構いろんな講師やってもらってるんですけど、講師との関係値だったりとか、講師同士がうちで初めて出会った講師同士やのに、なんかうちの発表会とかで例えば一緒に演奏して、そこで意気投合してなんか一緒に演奏する機会めっちゃ増えてたりとか、そういう場が提供できてることとかもすごい面白いし、でスタジオを始めるとさらにそのスタジオを利用してくれるお客さんだったりもそうだし、今日ほんまにそうなんですけど、うちで働いてくれてる若いスタッフとかが今やってることとかっていうのをまた見れるのもすごい面白くて、でこれって別にそれがしたくて例えばスクールを始めたり、それがしたくてスタジオを始めてるわけじゃないんだけど、始めてみたらこういう面白さもあるなみたいなものがまた見えてくるんですよ。なるほどなるほど。だから僕常に自分が面白いと思いそうなものを常にアンテナ張ってる感覚なんですよ。で、あ、これめっちゃおもろいなっておもろいなっていうのになんかできそうなこう情報があるってなったらパクって食いついて、まさにここやったきそうなんですけど、でそれでまた始めてったらまた面白いことがなんか出てきて、でそれまたこう食いついてみたいな感じなんで、常になんて言うんでしょうね、ワクワクすることをやり続けていくことをしていきたいなっていう感じですね。面白いことを見つけるのが上手なんですよね。やしね、その結果的にこうね、楽しいことをこう、見つけたら、あ、これとこれがこう融合して面白いことになってるやんっていうのを、その気づく能力が多分めちゃめちゃあるんやと思います。でもまあ人が好きなんですよね。でだから人が集まれる場所だから、場所を持つことのすごくいいメリットっていうのは、人がこうやって今日とかもそうですけど集まってくれるっていうのが本当にありがたくて、でそこでまた僕を介さなくても、きっかけだけであって、そこでまたなんか多分今日もね出会いがあると思うんですよ。そうですよね。いろんな、今日もいろんなスタジオとかライブハウスの方も来てくれてたりしてるし、そういうなんか人が集まってっていう場所を作り続けて、で自分、何よりも僕が一番大事にしてるのは自分が一番楽しいっていうのをやり続けていけたらなっていう、すごい曖昧な答えですいません。いやいやいや、っていう感じ素晴らしいです。まあってな感じで、というわけでこれからもスタジオレンスとして森谷ドラムスクールも本当にお世話になっていきますんで、こちらこそもっとコラボとかもずっとしたいって言いながらなかなかちょっとできてないので、これがちょっと久しぶりのちょっとね、いやほんま普通にだって喋ることもあんまりないですもんね。だって仕事も俺と来てくれないからさ、喋りたくてもいないんだもん。だって最近僕もあんまりスタジオ来てないけど、まあそうですね、なのでまたちょっといろいろ面白いことやっていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。というわけで今日は森谷ドラムスクールの森谷亮太先生とお話しさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。